ワールドカップロシア大会もベスト16が決まりました。いよいよ折り返しの決勝トーナメント、 J2 リーグも今日がシーズンの折り返し、前半のラストゲームとなります。21位のサヌキ対6位の東京ヴェルディの一戦です。サヌキのスターティングメンバーとそしてフォーメーションをご覧いただいています。右サイドバック武田に代わって今日は佐々木航が入っています。 4-4-2 のメンバーです。ツートップは原と木島となっています。一方の東京ヴェルディのスターティングメンバーとフォーメーションをご覧いただきます。先週行われた栃木戦と同じメンバーとなっています。こちら 4-3-3 のフォーメーションを予想しています。だからやっぱりちょっとこうやって今空いたりとか、はい、セカンドボールを簡単に中央から落として中入っていきます。ここは人数をかけていく。お、さあシュートを放てるか。左足のシュート決まった。電光石火の先制劇、先制点は東京ヴェルディ林良平が決めました。ちょっと今セカンドボール拾われてからはほとんどノンストップで、はい、ディフェンスチャンスがあまり作れなかったと。そうですね。あ、であと渡辺はやっぱりこれも連続性で全部こう絡んでるんで、ボールに関わって、はい、最後フィニッシュまで持っていきました。ゴールキーパーの清水を抑えることができませんでした。右コーナーに佐々木航、そして手前に佐々木匠もスタンバイしています。何かこの変化をつけてくるか。さあ誰に合わせた。ここは佐々木匠からヘディングシュート、どうか。わずかにゴールライン割りました。いやートリックプレー、佐々木にとっては惜しいところでした。いいボールでしたよね、まずね、はい。全部にプレッシャーは難しいでしょうけれども、木島哲也、さあ密集中、原が抜けた、原どうか、股を抜いていった、同点ゴール、鎌田もある。佐々木前半21分、いやベテランの技、原和樹14試合ぶりのゴール決まりました。1対1。まず木島のプレーがまず良かったですよね。そうですね。 あそこでいいところでまず受けて、 でこのスルーパス、いやーこれは34歳から33歳へパスをつないで最後フィニッシュ。やっぱりクセモンでいいじゃないですか。ベテランのこの2人の技が光りました。1対1同点に追いつきました。ゴールキーパー上福本の前には4人の選手、さぬき、決まった。永田のヘディングゴール決まりました。逆転、今度はベテラン永田が決めた。前半29分、さぬき逆転に成功、2対1。これは見事サイドネット。原、やっぱ落ち着いてますよね、渡辺ね。そうですね。ここも渡辺大吾、裏に抜けて永田です。1対1、面白いぞ。シュートを放つ、わずかに左。拍手から大歓声、悲鳴に変わりましたピカラスタジアム。この永田のシュート、そして藤本寛也は15節の岡山戦で決勝ゴールを挙げています。お、さあどうか、シュート決まった。原共通ゴール、貴重な3点目、鎌田もある讃岐。後半の18分、清水健太からのボール、高いボールが上がりました。ディフェンスの裏、畑中はキーパー出てきてると思ってるし、ただ原はもうそれ諦めないで、で逆にアウトで落ち着いて、14試合のぶりのゴール、今日2ゴールマークしました。ここはディフェンス、さぬきは6人と人数をかけます。前向いてシュートを放っていきました。これはキーパー正面です。最後は藤本寛也、梶川、そして藤本、やすれ、渡辺、奈良はクロス上げたいところ、マイナスのボール、アラン・ピネイロ、
ここで長い笛、鎌田アレサヌキ今シーズン初の2連勝。今日もホームに歓喜の声がこだまします。ヴェルディの攻撃に耐え、価値ある勝ち点3をものにしました。